ずはお名前を聞かせていただけますか。6年の上田真奈です。はい、6年の平尾風です。はい、上田さん、こちらのクラブどのようなクラブでしょうか。今年2月に結成した4年生から6年生の集まっているクラブです。今回は5年生と6年生の合唱でしたね。今年の10月に4年生は入団したので。なるほど、わかりました。それでは平尾さん、今回の曲を選んだ理由は何でしょうか。先生が選んでくれたっていうのもあって、それでその曲が私たちもとても気に入っていて、この曲をでコンクールを歌わせていただいたのでとても嬉しいです。この曲の良さってどんなところだと思いますか。なんか曲の中になんか回る星とか歌う鳥とかそういうところをなんか直接表すのではなく、表現の仕方がとてもすごいのでとても好きですこの曲は。なるほど。そして、上田さんは以前はピアノをされていたということで。していました、うん、ピアノをまたこのやってみたいという話がありますけれども。合唱で歌っていて音楽って楽しいなと思ってまたやってみたいなと思いました。なるほど、応援しております。それではありがとうございました。ありがとうございました。阪南市立桃の木台小学校の市原文子です。本日はこの西日本大会に出演させていただき本当にありがとうございます。私は、去年の春に桃の木台小学校に転勤いたしました。前任校の東鳥取小学校の時から、この西日本コンクールに参加させていただいて、とても子どもたちが頑張る姿を見てまいりました。桃の木台小学校も、今年の2月に結成しました。4年生も10月からコロナ禍でなかなか思うように練習はできなかったのですが、今日出演させていただいて子どもたちが本当に楽しみに練習をしてきたことはとても大きなことだったと思っています。今日の日を感謝してこれからも練習に励みたいと思います。今日の子どもたち本当によく練習を頑張りました。たくさん褒めてやりたいと思います。どうもありがとうございました。